食毛事例ガイドブックを視聴者の皆さんに無料プレゼントしています。詳しくは概要欄から。どうもどうも、はいどうもこんにちは、ハギリーマンチャンネルのモイセです。映画ターニングポート2の監督の橋です。よろしくお願いします。12月10日土曜日にお台場のユナイテッドシネマで橋監督の映画の上映会をします。よろしくお願いします。お願いします。上映会に僕とトルコで職務をした石田一生さんが2人で喋ってるシーンも登場するので、ぜひ視聴者の方に来てほしいなと思っております。お台場に近い人、東京に近い人、または遠方から来てくれる人はぜひ見てほしいなと思います。入場料は無料でしようかなと思ってるので、興味がある人は概要欄の問い合わせフォームの方から連絡して見に来ていただければと思います。でここで簡単に橋さんに映画の宣伝というか、どんなストーリーなのか、なるほど、20秒ほどで説明してほしいです。もう芸能界地下アイドルの闇そういうところをねしっかり見ていただければと思います。はい、今回石田一生さんの役はどんな役ですか？アッププロデューサーで一生君も出てます。今回は悪役ってことでほぼ実話じゃないかっていう映画なんですお願いします。ぜひ有名なグラドルとかもいっぱい来るので、そういうのが見たい方もぜひ目の保養のために来ていただけるといいなと思います。じゃあ12月10日よろしくお願いします。お願いします。武田修造役の山本裕司です。石田一生さんの紹介で映画出演させていただくことになって、最初緊張してたんですけど、現場の方がすごい仲良く話してくれて、すごい場を和ませてくれたので、とてもいい経験ができたなって思います。僕も YouTube とか撮れ慣れてるんですけど、映画とかすごい機材の前にするとちょっと緊張してしまって、まあ、でも映画の本番楽しくできて、で収録もスムーズに済んだので放送が楽しみです。12月の放送をみんなで友達も誘って見に行けたらいいなと思います。ありがとうございました。元気でした？元気でした。この子がアイドルしたいって言ってた子です。ああ、そうなんですね。はじめまして、田淵さとみです。あ、どうも、藤本と言いますね。よろしくお願いします。はい、どうもどうもどうも。あ、藤本さん、髪、なんかだいぶ雰囲気変わりましたね。そうだね、ちょっと私ね、3月にトルコ行ってきて、植毛してきたんですよ、ね、植毛、ああ、そうで、トルコでね、うんうん、業者さんがいましてね、うん、それで日本よりかなり安く。あ、日本だと大体いくらぐらいするか。日本だと220万スタート。トルコだといくらぐらいだったんですか？70万。え、70万、半分以下、3分の1ですね。そう、そうなのよね。ぜひよろしくお願いします。あ、今夜はね、じゃあ、まあ、今夜はパーティーだ。はい、大婚約者っぷり。まあ、最初はこんなもんかなって思いますね。で、12月10日、お台場のユナイテッドシネマで上映会するときに、石田一生さんもステージに上がって喋ります。で、上映会に来てくれた方は、石田一生さんの、おそらく植毛して9ヶ月後ぐらいになると思うんですけど、12月10日だと。9ヶ月経過した頭を肉眼で生で見ることができます。なので、大手配信サイトでも映画は出るんで、映画だけ見たい人は配信サイトでもいいと思うんですけど、せっかくの石田一生さんの頭を生で見る機会があるので、12月10日暇だなっていう方は、石田一生さんの頭を生で見るためにお台場の映画館、ユナイテッドシネマに来るのもいいかなって思います。それではまた上映会でお会いしましょう。バイバイ。ぜひ12月10日お越しください。薄毛はね、1年で治る便利な世の中になってるんでね、いろんな情報を集めながらサクッと薄毛を克服してくれれば嬉しいと思います。僕は海外植毛のサポート結構日常的にやってて、概要欄見ていただければわかるんですけど、海外の植毛にみんなで楽しく遠足みたいに行くっていう企画だったり、あなた専用のプランをセッティングするみたいなことも日常的にやっているんで、海外植毛は実際どんなもんや、ちょっと気になるなっていう方は気軽に LINE 相談いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。